関根淳造、関根淳造、関根淳造、1927年3月15日体は、東京府、現、東京都出身の元プロ野球選手、当主、外野手コーチ、監督、解説者。生まれは、東京府北豊島郡菅も、現、東京都豊島区、菅も。古跡上の青年月日は1927年3月15日だが、 実際の青年月日は1926年12月25日。現役時代は近鉄、巨人で活躍。打者で1000本安打、投手で50勝を記録。またオールスターゲームでは、初めての投手、野手の両方でのファン投票選出を記録した。引退後は、広島、巨人のコーチ。その後対応、ヤクルトの監督を歴任した、野球殿堂入り。 藤田昭三が監督を務める旧制日大三中へ進学したものの入学初年度は小柄だったため練習に参加させてもらえなかった。2年生に新級後ようやく参加できたが、それでも外野の玉拾いだった。やがて兼務していた厚生大野球部にかかりきりとなった藤田が去り、公認監督から二類士として抜擢されたのが転機となり、試合に出場できるようになった。 しかし左利きの二類種が二類のベースカバーで併殺を完成させるのは難があったが、それでも、関根は三度成功させた記憶がある、と、さらば、愛しきプロ野球、の中で語っている。また当主に抜擢されたのも、この旧正中学時代の頃であったが、杉下茂がいた、旧正帝教唱などに阻まれ、甲子園への出場は叶なわなかった。その後は、 厚生大学経済学部に進み、藤田が監督を務めるチームで4年間にわたり、エース、4年生春に首相として活躍した。3年生秋、2チームを戦後初のリーグ優勝に導き、翌4年生秋には戦後初、史上2人目の通算40勝を記録した。大学通算79試合登板、41勝30敗。毎試合のように先発し、 当然のように試合を投げ切った。エースの連投が当たり前だった。当時の東京六大学ではあったが、通算658イニング、シーズン投球回数133回に、3、1949年周期、勝敗通算71、若林忠と同数という記録を残した。秋には来日したサンフランシスコシールズ相手に、高騰した。急遽、子供たちだけを招待する。 オドールデーとして組まれた六大学選抜群と試合に、法政は明治との秋のリーグ戦優勝争いの過中にあったが、エースの関根が先発登板することとなった。このためか、よくよく日の明大戦にチームは敗れ優勝を逃した。打者としても93試合に出場し350、打数93アンダー、打率266、0 26本塁打。 38打点を記録した。当初は、プロ入りを望んでいたわけではなく、社会人野球、八ワタ製鉄所、後の新日本製鉄八ワタ公式野球部に就職が、内定していたが、恩師の藤田昭蔵が、近鉄の監督に就任したこともあって、二近鉄パールスに入団。都には、開幕投手を務める51年開幕戦では、砲台の先輩でもある同僚、 森下茂吉が野手が三打席連続本塁打で援護射撃するなど万円再開の近鉄でエースとして活躍するがプロ入団初年の開幕に戦目にして肩を壊していたという。それ以降は本当の球の力が戻らなかったと述べている。カーブやフォークは遊びであり、ピッチャーでまっすぐが通用しなくなったら終わりだとの持論もあって、プロ八年の投手人生に見切りをつけ、 打者に転校したと述べている。はじめは、旧正中学からのチームメイトであった星野根元、六尾に転校の意思を打ち明けた。関根の球威に限界を感じていたのか、根本からは反対されなかった。もともとヤシカオマケの打撃力を備えていたこともあり、右翼手当たりを狙って、正式にヤシ転校を申し入れた者の首脳陣からは、転校しても、買い打線では困ると難色を示された。 そこで五番、右翼氏としての三試合限定機を、クリーンナップとしての適性を試された。すると、その初戦から一本塁打を含む三安打、二戦目で二安打、三戦目でも三安打して見事に難題をクリア。こうしてからは、小玉明都市を書くとする、中軸打者の仲間入りし、そこで手話な打棒を振るった。もっとも、関根だけでなく小玉も長打力を持ち味としておらぬ。 中軸に代表されるように、打線全体としては、打球団よりも爆発力で劣っており、後年、ピストル打線と、あだ名されるゆえんでもあった。2、読売ジャイアンツへ移籍し、16年目38歳で、初のリーグ優勝や、V 級初年度の1965の、日本シリーズ出場、制覇を経験し、同年に引退。若い選手からは、お父さんと呼ばれていたという、 監督の川上哲次以外はコーチも含めて全員、年下だったため、当主、野手両方で実績を残した数少ない選手である。史上初めて、当主、野手の両方で、オールスターに出場した。当主として、ファン投票で1回、外野手として、ファン投票で1回、監督推薦で3回出場、長らく、 史上唯一であったが、大谷翔平が2野手として、2投手として選出され、出場し2人目となった。また、2リーグ制以後では、唯一の防御率ベスト10入り、打率ベスト10入りの双方を達成。さらに、通算50勝、千本安打の双方の達成は2、リーグ制以後唯一であり、1リーグ時代を含めても他に中日などで活躍した。 西沢道夫しか達成していない記録である。引退後は、日本放送解説者、タイを経て、根本六夫監督と、広岡達郎一軍守備コーチの要請で、広島東洋カープ一軍打撃コーチ、ヘッド角に就任。山本浩治、絹笠義尾、三村俊之、水谷実夫らを育て後の広島黄金時代の石を築いた。は、現役時代から、 信仰のあった監督の長島茂雄の要請で巨人のヘッドコーチに就任、同年球団初の再開に終わり、ワニ軍監督に就任し、同年解任。オフ、長島の監督将兵を働きかけていた横浜太陽ホエールズに、長島監督が実現したら交代するとの条件で監督に就任。投手の遠藤和彦、野手の屋敷金目。 高木豊からの若手育成に尽力した。一年目のは、辻康彦、加藤俊夫、福島久明のベテラン保守三人体制を編み出し、二年目のには、レオンリーと加藤博和をトレードで得し、チームを四年ぶりの A クラス、3位に導いたが、結局、対応、長島監督は実現することなく、二次任し、近藤貞緒に監督をバトンタッチ。近藤は、屋敷、 加藤、高木を、スーパーカートリオとして売り出した。その後は、富士テレビ日本放送解説者を務めた後、に、ヤクルトスワローズの監督として招かれる。ヤクルトでは、太陽監督時代に一軍投手コーチだった、小谷正勝を昇平、池山龍館、広沢勝美、栗山秀樹、荒井幸男、内藤直行、伊藤明光、4月8日、東京ドーム初の公式戦で、 西武記録、荒木大介、新次、隈の野健二らを起用し、後任の監督、野村克也に渡り起用されるレギュラー選手として育て上げた。限りで辞任し、小谷コーチも太陽へ戻った。通算6シーズン経験した一軍監督時代は、成績面では恵まれなかった。優勝は愚か A クラスにも一度、の3位しか手が届かなかったが、 若手を積極的に実践に投入した実績から人材育成の名手とて評価された。関根自身も藤田昭三の勝負よりも育成に主眼を置いた指導に影響を受けたことを認めている。に富士テレビ日本放送解説者に復帰。解説者としては結果論や当たり前のことしか言わない点を揶揄されることが多い。この点については、 解説者を始めた時に詳細な技術論を展開したトロ兄から解説がわかりづらい。専門的なことを長々と喋られても視聴者に伝わりづらいという指摘を受けたためわかりやすくシンプルな解説を心がけるようにしたと著書で述べている。実況アナウンサーとの間を大事にしておりアナウンサーの実況を遮ってまで喋り続けることはほとんどない。また 実況アナウンサーが的外れな質問をすると、無視をして何も答えない。一見穏やかなイメージがあるが、話す内容は、ダメですね、どうしようもないなど、かなり手厳しいコメントを連発する。また、2006年のとある試合では、起爆剤のことを覚醒剤と、関根自身が勘違いして何回も語ってしまい、波紋を読んだことがある。ただし、 本人も間違いには気づいたのだが、自身のプライドが高かったために訂正できずにそのまま終わってしまったと語った。現在、テレビ局、ラジオ局専属のプロ野球解説者の中では、TBS ラジオの杉下茂に次いで恒例となっている。ただし、地上波の中継に関して言えば2010年以降、担当実績がない。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。